ホーム南出口園田駅は、兵庫県山ヶ崎市東園田町9丁目にある、阪急電鉄神戸本線の駅。駅番号は、HK-05。兵庫県内で最も東に位置する、鉄道駅である。地上駅時代の園田駅は、ホームの構成は現在と全く同じで、園田競馬の観客用臨時ホームも有していた。また改札とホームを結ぶために、 地下道が設置されたほか、校内の地下道と並行して南北を結ぶ自由通路があり、線路下付近には双方の地下道間を結ぶ改札口も存在した。ホーム延長工事など、多少の改装は行われたものの、開業当時とほぼ同じ状態を保っていた、その大駅ではあったが、兵庫県と天笠市が計画していた、駅西方を交差する県道その田橋線との、 立体交差化のため、その田駅周辺の線路及び駅を高架化することとなった。工事は1974年3月に着工され、従来の線路やホームは撤去されて、単式のホーム2線と通過線2線からなる仮設のホームが設置された。地上駅時代のその田駅は、駅南側に植え込みがあるなど、比較的広い構内ではあったが、下り,下り線のホーム部分に際しては、 阪急の所有する敷地だけでは用地が不足したため南側に面した道路の一部を天ヶ崎市より借用してホームを建設した。また、上り仮線のホームは下り仮通過線の北側に設置され、仮設ホームはいずれも通過線の南側に設置される形となった。地下道には仮設ホームに通じる階段が設置され、一方元のホームへの階段はセメントにより埋められた。 梅田側には留置線が一線存在することは前期したが、地上駅時代は数変成分が収容可能だった。これは稲川付近の経路を変更した際に、新たに橋梁仮設工事を行ったために廃線となった本線部分を流用したもので、収容能力が限界に達していた当時の西宮車庫を補う形で使用されていたが、車庫の拡張工事が完成して、 以降は使用されなくなり、高架工事の際には、仮設線路の用地として活用された。また、三宮川の上り線に接する形でもう一本留置線があったが、こちらも高架化工事用地とされ撤去された。高架線へは、まず上りホームと臨時ホームが1976年10月に完成して切り替えが行われ、上り通過線と仮設ホームが撤去され、 元のホーム横の線路が通過線に変更された。続く1977年8月には上り通過線が高架化されて上り仮線は撤去された。一方、下りホームは1978年10月に完成して切り替えられ、この時駅舎も地上の仮駅舎から高架線2階に移設された。 最後に残っていた下り通過線は1979年6月30日の終電後に高架線に切り替えられ、引き続き梅田より南側の留置線建設と、駅一階の商業施設や周辺道路の整備を実施し、1980年4月5日に、すべての工事が完了して、専門店街の園田阪急プラザが営業を開始した。高架下の区画には、 ソノダ急プラザの他に、レンタサイクルや駐輪場、貸し倉庫などがある。ソノダ急プラザは2006年に改装を行い、看板が一新されたほか、1階にスーパーマーケットの小表などが出店した。かつて当駅には、エレベーターは存在したものの、ホームと改札外を直接つなぐものだった。入り口には、一般客の押せるボタンがついておらず、利用する際に、 インターホンで駅員に申告して動かしてもらった。利用者は乗車券類を提示、購入する必要があるため、エレベーターは必ず2階で停止するようになっていた。利用できるのは当初は車椅子使用者に限られていたが、後に申告さえすれば誰でも利用できるようになった。とはいえ、高齢者やベビーカーを押しているものにほぼ限られていた。2018年、 このようなシステムを改め、一般向けエレベーターを設置して、本格的にバリアフリーに対応するための工事が始まった。それまで、改札外コンコースだった場所にエレベーターを設置、同時に改札口を改札外側に移動して改札内コンコースを広げることで、エレベーターの場所を改札内とするものである。二千十九年十一月三十日に改札機の移動。 およびエレベーターの使用が開始された。その他の二重工事は2020年3月まで続く予定。なお、それまで使用されていたエレベーターのうち、神戸方面域ホームにあるものは廃止はされず、回収した上で地上階から2階改札口までのエレベーターとして使用される。また、それまでは改札内コンコースの南側、神戸方面域ホームへの階段の横に、 団体客専用の友人改札口が設けられていたが同時期に撤去された。各方向ごとの列車の対比が可能な島式ホーム2面4線と上り対比線外側にある単式ホーム1面の計3面4線を有する航海機である。 通常は、島式ホームのみを使用しており、単式のホームは主に、その田競馬の開催時などに使用されていた、校舎専用の臨時ホームとされている。梅田側の本線上には渡り線が設置されており、当駅で神戸三宮方面に折り返す列車は、上り本線上で入れ替えをし、下り線ホームに転線する。また、その先の本線南側には留置線があるが、レールが錆びているため、 長年にわたって使用されていないと見られる。また現在は列車が入線できないように車両止めが設置されている。かつてはさらに数本の留置線があった。改札とコンコースは2階、ホームは3階にあり、改札口は2階の1箇所のみ。エレベーターと上り専用のエスカレーターが各方面ホームごとに1機ずつ設置されている。内側2線が主本線、外側2線が 対比線であり、平日、休日ともに、ほとんどの列車は、主本線の2号線と3号線に入線する。対比線の1号線と4号線は、平日のラッシュ時に優等列車の通過待ちを行う、列車のみが使用する。4号線の反対側には、短式の臨時降車ホームが設置されており、かつてはそのだ競馬開催時に降車用ホームとして使われていたが、 1999年以降は、使用されておらず、ホームへ登る階段の前に、待合室が設置されたため、実質的に休止状態である。また、1号線は両方向に出発信号機があり、大阪梅田方面への折り返し運転も可能である。ただし通常のダイヤでは、神戸三宮方面を含め、当駅で折り返す列車は設定されていない。天ヶ崎き市と警所によると、 2019年時の1日平均乗降人員は38,241人。普通のみの停車駅であるが、特急停車駅の宿川駅や岡本駅よりも多い。当駅の土休日1日平均乗降人員は、上記の値よりも約1万5000人程度多い。特に、園田競馬開催日は混雑する。近年の1日平均乗車、乗降人員数は、下表の通り。 旧川辺郡園、田村の村域内に設置されたため、園田駅という名称が与えられているものの、所在地は、旧園、田村の中心部からはかなり離れた東園田町である、JA 兵庫六甲園田などの施設はその周辺にある。駅の設置前は何もない田園地帯だったが、阪急による宅地開発の結果、当駅周辺に市街地が形成された。東園田町三丁目。 4丁目付近は阪急が戦前に開発した宅地であり、今でも規模の大きい邸宅が立ち並んでいる。駅の北側にはバス用のロータリーがある。大部分は競馬場開催時のシャトルバス用で、普段は閉鎖されており、当駅を起点とする路線バスのうち1路線のみがその一部を乗用している。駅の南側からも多数の路線バスが発着するが、ロータリーはなく、 既存の道路を使って方向転換している。駅舎の1階と2階は駅ビルの園田阪急プラザとして整備されている。園田阪急プラザその他1番から3番乗り場が南口4番と5番乗り場が北口に設けられている。東駅神崎川駅の間は大阪府豊中市駅を走行するが駅は設けられていない。ありがとうございます。